恋よ轟け夜のその向こうへ涙で滲んでたあんたのスマホの画面まで登録増やせ。こんばんは、アドベンチャー沖縄です。本日はアドベンチャー沖縄3周年記念ということで、ものすごく緩い感じでですね、今までのアドベンチャー沖縄について振り返って、今後についてもお話ししたいと思います。ライブ配信のような感じでですね、皆様お付き合いくださいますようお願い申し上げます。しかし途中でですね、かなり本当のことを言ったり過激なことを言ったりし、不快になられる方もいらっしゃるかと思いますので、ご視聴の際は十分ご注意ください。アドベンチャー沖縄は2019年2月27日に初投稿をしました。2019年の成績はご覧のような感じになっております。視聴回数が3万9000回、総再生時間895時間、チャンネル登録者数は68名も増えました。ただですね、この時期はですね、ただ適当に投稿しているだけでですね、全くやる気もクソもなかったので、まあこんなに再生回数も取れたのはすごいなと思いました。で、人気の動画がですね、やっぱりモノレール系ですね。2019年って言えばユイレールの浦添延伸開業のことがあったので、ユイレール関係がめちゃめちゃ伸びてます。ちなみに今こんな動画出してもですね、4桁再生とかはいかないですよ、全然。あとはセブンイレブンですね。セブンイレブンは2019年に沖縄に初出店しましたが、その時の様子をお見せした動画がかなりバズっております。ツイッターでもですね、700いいねぐらいもらいました。もうユイレールとセブンですね。続いて2020年の動画を見てみたいと思います。2020年は1月から12月まで活動して、再生回数が9万1000回、総再生時間が2164時間、チャンネル登録者数が120名増えました。特にですね、7月以降は結構いろんな動画を出したので、かなりバズりましたね。あとは計画も立てて金曜日と日曜日に動画を出すってこともやったので、かなり伸びました。で、人気のあった動画はですね、呼び込みくんの動画とユイレールで、そしてマニュアルペーパードライバーがマニュアル車を運転してみた、マニュアル車を運転するだけの動画がですね、2440回も撮れております。ちなみにですね、見ている年齢層はですね、50代とかの方が多かったですね。今この画面では見せてないんですが、YouTube は見ている年齢層まで、調べることができます。で、とある方から苦情が来ました。乗り物系の動画ばっかり出してるねとか、面白くないとかですね、苦情が来たんですが、なんで乗り物系の動画を出してるかと言いますと、40代50代の方で乗り物が好きな方とかが結構見てることが分かったので、乗り物の動画ばっかり出してます。あとはユイレールの発車メロディーとか、ついに来ました、ついに来ました、ダイヤ検証動画第1弾ですね、記念すべき。これが1731回、今は2000回超えてるかな。あとはホテル系の動画もちょっと伸びてますね。続いて2021年も見てみましょう。2021年のシーズンの成績は、再生回数15万1000回、総再生時間5070時間、チャンネル登録者数が276名増えました。2021年は目標を持ってですね、最初ら辺に言いました、チャンネル登録者数を500名増やすと。そしたらですね、結果としてですね、276名しか増えませんでした。目標達成率は 55.2% と、民間企業なら結構赤字が出てですね、僕クビになるぐらいのレベルなんですけど、まあ、こういった成績でした。なかなか振るわないですよ、 YouTube って大変ですね。甘くないですね、世の中。しかしですね、チャンネル登録者数を増やす方法がないわけではありません。僕の知り合いにもいるんですが、アニメの
動画をですね10本ぐらい無断転載したり、知り合いではないんですがカップルで YouTube をやっていて、女性の方がですね服を脱ぐ動画を出したりですね、ホテルでお風呂に入る動画を出したりするとですね、一瞬でチャンネル登録者数が4桁になります。本当のことを言いますけど YouTube は女です。女性が出演すれば伸びます。なので女性の皆さん、特定されて変な人が来る可能性もありはするんですが、チャンスです。女性は伸びやすいです。こんなこと言ったら差別だと思われて通報されるかもしれないんですけど、一応本当のことなのでこの場で喋っておきたいと思います。ただですね、男性の方に言いたいことなんですけど、そういうエッチな動画はですね YouTube ではなくてファンザとか X ビデオとかを活用することをお勧めいたします。そのサイトは18禁なので、あまり紹介はできないんですけど、エッチなものが好きな方はですね YouTube ではなくそういうものを活用してほしいなと僕は思っております。違法なことしないでも無料で見れますからね、無料期間とかで。ちなみにアドベンチャー沖縄もですねチャンネルが成長してお給料ももらえる状態になっていて、依頼が来たらですね利用規約や法律に反しない範囲内でそういったものもですね出していく可能性もあります。検討はしています。それまで僕が YouTube やってるかは分からないんですけどね、検討はしています。もちろんそうなった場合出演する方にはですねギャラの方をお支払いしたいと考えています。ということで話が大きく脱線したんですが、午前0時を過ぎ2月27日になりました、動画投稿から3年が経ったと思いますが、話を元に戻したいと思います。こんな増え方してます。詳細まで見れるんですよ。見てみましょう。ほらこんな感じで見れるんですよ。チャンネル登録状況、この未登録の人が見た回数、登録しているもう常連のリスナーさんが見た回数全部表示されます。 YouTube ってすごいですよ。でチャンネル登録元っていうのも見れまして、これで分かります。僕のチャンネルに442名の方が登録してくださいました。そして166名の方が登録を解除しています。442名増えて166名減ったので、まあ結果として276名増えたということになります。登録者数を増やせば余裕で1000人いくだろうとか思っている方多いんですが、解除する方も多いのでなかなか増やすっていうのは難しいんですよね。これが YouTube の現状です。で気になってる方も多いかと思うんですが、視聴者の年齢層を見てみましょう。じゃん、こんな感じですね、13歳から17歳が 3.2%、 18歳から24歳が 19.6%、 25歳から34歳が 17.0%、 35歳から44歳が 30.5%、45歳から54歳が 21%、 55歳から64歳が 6.3%、 65歳以上が 2.5% となっております。一番中年の方が多いですね、35歳から44歳、次いでちょっと何だったんですかね、ベテランの方が多いって感じになりますね。で18歳から24歳と25歳から34歳が 19% とか 17% とかですね。で気になるのがこれですね、学生の方はほとんど見ていないっていうのが現状です。これどういうことを意味するかと言いますと、僕の YouTube は10年後は多分ないってことです。この人たちが
社会人になって生活のゆとりができて、金曜日の夜は YouTube 見ようとか言うじゃないですか。まあ僕の動画は見ないってことですよ、単純に言うと。若いうちから見てると見る場合もあるんですけど、あまり見ないんで、本当に結構危惧してますね。ただ3人も見てくれてるのね、100人中。そこは見てくれてる皆さん、ありがとうございます。今後もぜひご視聴ください。で、視聴者の性別を見てみましょう。男性 77%、 女性 23% となっております。で、この2つのデータから分かることとしましては、30代後半から40代前半の男性が僕の動画を見ている印象があります。で、何を見てるかというのも分析したんですが、ちょっとここではお見せしません。やっぱり乗り物系の動画です。路線バスのダイヤ検証とか、ニューディールの動画とかですね。あとは何番に乗ってみたとかですね。こういうことが分かりました。で、ついでに、どの端末で見てるかも調査しました。するとですね、携帯電話から見てる人が結構多いですね。やっぱり 56%、 100人中55人ぐらいですね。で、続いてタブレットが 20% ぐらい、100人中22人。テレビがいますね、 11%、 意外ですね。あとパソコン 11% で、携帯電話で見て見やすいような編集を心がけていきます、今後も。あ、ちなみに僕はですね、 iPhone8 で、撮影し編集しています。パソコンも使おうかなと思ったんですけど、なんかめんどくさいんで使ってません。冬なってやつですね、冬な。アドベンチャー沖縄は冬なです。今お話ししたことを踏まえて、これからのアドベンチャー沖縄についてお話ししたいと思います。これからのアドベンチャー沖縄は、2023年末までにチャンネル登録者数1000人を達成できるようにしたいと思います。結構厳しいとは思いますけどね。1年で276名なので、このペースで落とさずにいった場合は、なんとか1050人ぐらいにはなりますね。ただバズらせる動画を出し切れなかったり、炎上する動画を出し切れなかったら、そもそもおすすめ動画に出てこないため、厳しいと思っております。なので、皆様ぜひ Twitter とか Instagram でですね、変な YouTuber がいるよってことでいいので、拡散していただけたらありがたいと思います。明日公開する予定の動画でですね、変なことしますので、まあ、ぜひそれを踏まえて拡散してくれたらいいかなと思います。そして今後の計画としては、顔出しはしません。よくですね、リスナーさんからですね、顔出ししてくださいって言われるんですが、僕ですね、顔がとってもイケてないんですよ。女性からモテません。モテないってことは分かりますよね。モテない顔をですね、YouTube で出したらですね、わじわじしてですね、チャンネル登録を解除するんですよ。なのでですね、絶対に顔は出しません。ただですね、こんな感じでですね、内縄口をですね、ちょく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 浴びりますので、皆様声だけでよろしくお願いいたします。顔出しはしません。顔出しはしません。そして乗り物系の動画を増やします。投稿内容の7割以上を乗り物にしたいと思います。なんでかと言いますとですね、昨年の12月ですね、アドベンチャー沖縄ですね、ダイヤ検証動画と新型ノート e パワーに乗った動画しかですね、再生回数が200回超えませんでした。他の動画はですね、チャンネル登録者数10名ぐらいの YouTuber とですね、あまり変わらない再生回数でしたね。オワコンです。ただ新型ノートの動画はですね、4000回以上も再生されてですね、
チャンネル登録者数がですね20名も増えましたね。で僕乗り物も結構特に電動車ですけど、ハイブリッド車とか結構勉強してるので、さすがにですね回生ブレーキの発電量とか回生効率とかエネルギー効率の話とかをまでは分からないですけど、どういった仕組みかぐらいは分かってるので、だから一応ある程度は喋れますので、まあ、頑張っていきたいと思います。あとはですねもう動画見てたら分かると思うんですけど、沖縄県内各地行ってます。南は石垣島とか小浜島とかですね、で北は国頭村まで行ってますので、もう沖縄の地理は結構分かってます。なのでそれを生かしてですね、あちこちの路線バスに乗ってる動画とかもですね出してますね。あとはダイヤ検証、まあ、ただ最近は200回ぐらいしか再生取れません。最初は2000回取れてたんですけど、皆様飽きてきてるので、いずれはどうなるかは分かりません。ただしばらくはやりたいと思います。あとダイヤ検証の方はですね、ちょっとスクタエチルさんにノーギャラで依頼してる点もありますので、いつかはギャラをお支払いできるように、頑張りたいと思います。そして最後にですね、これです衝撃発言ですよ。衝撃ですよ。学生はターゲットにしないって、なんでこんなこと言ってるかと言いますと、僕の動画ですね13歳から17歳が 3%、 18歳から24歳が 19% となっております。で18歳から24歳って言ってもですね、昔からちょっと絡みがあるツイッターとかで絡みがある方が見ているだけでですね、この見知らぬ方とかですね、あんまり見てないんですよね。ぶっちゃけ言いますと、お前の動画は面白くないって言った人も、22歳ぐらいの人でした。21歳だったかな、忘れた。だとはですね、20代のとある方でゲーム実況やってくださいっていう方がいたんですけど、7ヶ月ぐらい僕の動画見てないですからね。見ない人のリクエストを聞いてもですね、どうしようもないので、見る人に忖度したいと思います。お店がですね売れない商品置かないですよね。それと同じ原理で売れる動画を出したいと思います。自分にできる売れる動画。ちなみにですね、ゲーム実況は今後はやりません。ごめんなさい、やりません。昨年の5月6月ですね、リクエストを受けてやりました。最初はちょっと取れてたんですけど、再生回数ですね、12月に動画出したらですね、チャンネル登録者数が3名ぐらい減ったので、やりません。低評価もいっぱいついてましたので、マイナスになることが分かったので、やりません。ただですね、今はですね桃太郎電鉄で、全国を旅してますので、ツイッターにたまに載せますかね、分かりません。ゲームは楽しいですよゲーム楽しいっすね。数字とか気にしないでできるので、最高最高。ゲーム好きな皆さん、ゲーム実況系 YouTuber の動画見てください。特に学生さんに多いと思うんですけど。でちょっと話ずれたんですけど、学生はターゲットにしない理由として、忙しすぎてみないっていうのがあるんですよ。どういうことかと言いますと、中学生高校生って部活やってますよね。で卒業間近になると受験とかあってですね、忙しいんですよ。で恋人ができたらですね、恋人と遊ぶことしか頭にないので、こんなですねファッションのことも紹介しない僕のような YouTube 動画なんて絶対見ないんですよ。見ないでください、むしろ時間の無駄ですから。あ、嘘です。不倫路上カーセックス合法的にやる方法とか教えてるので、たまには見てくださいねまあいいや、それは置いといて、忙しすぎて見ないっていうのがありますね。なので社会人で週末休みの方をターゲットにしたいと思います。あとは2019年と2020年と2021年に行っていたアドベンチャー沖縄の台風実況という、沖縄本島がですね台風の強風域に入ったらやっていた台風のことについて喋る企画はですね、今年はやりません。理由としては、1年目と2年目は再生回数が伸びたんですが、3年目はですね全く伸びないので、ロケ地に行くガソリン代がもったいないなと思ってやらないことにしました。なお、どこかで停電しているとか木が倒れているとか、そういうのがあった場合は
ちょこっとやりたいなと思っております。ということで、グダ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 と長い動画になりましたが、アドベンチャー沖縄3周年ということで、今までの実績と今後の計画についてお話ししました。今後はですね、乗り物系の動画をですね、かなり増やしてやっていきたいと思いますので、名前にそぐわない部分も出てくるかとは思うんですが、今後もですね、よろしくお願いいたします。あとはこんな感じでですね、田舎の路線バスに乗るっていうですね、アドベンチャーな乗り物系の動画も出しますので、その辺もちょっと期待してくださいね。ということで、今後もアドベンチャー沖縄をよろしくお願いいたします。あとはですね、最後にですね、質問コーナーをやりたいと思います。気になることがありましたら、この動画のコメント欄にコメントの方をよろしくお願いいたします。いつになるかは分かりませんが、500年後かもしれないんですが、気が向いたらですね、お答えしますので、ぜひこの動画にコメントをよろしくお願いいたします。別の動画に質問したらコメントを削除していただけますので、ご注意ください。この動画にコメントしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、低評価、拡散よろしくお願いいたします。一平二平デービル、恋をとどろけ夜のその向こうへ、涙で滲んでたあんたのスマホの画面まで響き渡れ、いくら稼いで誰に届けたくて、不確かなままでいい。どんなにおもろい動画も、どんなに長い動画も、ペイデイはゼロ。だだらだらだら、だら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 、だだらだらだら、だら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 。